着きました。ここがダグのダグブロックの方のフォレストガーデンです。でこっちは南を向いてる斜面で、だんだんと木が高い木が後ろの方にあるのが見えると思うんだけど、こういうギルドって言って下草はこういう果樹をサポートするようなギルドをなるべく作るようにして、でこうやって草を刈った後これ肥料になるので、そのまんま果樹の下に持って、これがだんだん肥料にコンポストを勝手にしていったり、パーマカルチャーの人たちが大好きなコンフリーとかもこの周りにリング状に植わっていて、春になるとここからチューリップとか咲くようになっています。でこれはプラムの木だと思うんだけど、こっちにはリンゴがあって、その上はクワの実があって、ここには多分ブラックロシアンっていう桃があります。そしてさらにブドウがツルとしてこうやって伸びていて、ここは比較的地中海気候に近いので、日本だと多分カビとかいろいろ繁殖すると思うんだけど、こうやって密集させてもいい感じで育つので、ここは一つのフォレストガーデンの雰囲気を体現しているような場所です。じゃあもうちょっと見てみましょう。ここにまた違うリンゴの木があって、さっきのブドウ見て、これ中の種までが見える。美味しそう。あそこにもまた違う品種のリンゴの木、ここにも、こっちにも、ほとんど全部違うリンゴの品種です。ゴロゴロ落ちてるね。うん、プラムス。うん、で一番下の方にはこうやって畑を育ててて、ここにラズベリーもあるし、ナイス。イチゴもポツポツとあります。ここには柿、こっちは冬って呼ぶね、冬パシミン。でこれはプラムの木、スモモ。これもプラムの木かな、同じ木だね。であそこにまたリンゴがあって、リンゴだけで何十種類ここには品種がある。皆さんはどのくらいの品種のリンゴを食べたことがありますか。でここにはちょっとあんまり見た目が良くないけど、パージャンマーベリーっていうのがちょっと終わりかけ。これはまた桃だね。イチジク。お、バラがある。これはイギリスかヨーロッパのフルーツで、なんか腐ってから食べるって聞いたんだけど、メドラーっていうマニアックなフルーツです。なんかちょっとカスタードみたいな味って聞いたことある。みんなで果物の木とか薬草とか木材になる木とか、本当に使えるものとか普段使ってて買っちゃってるもの、そういう木を身の回りとかどんどん日本中世界中に植えていって、フォレストガーデンの世界を一緒に作っていこう。